はい、どうも、さっくんです。今回はですね、こちら南海と JR 橋本駅やってきました。今日はここからね、ちょっとお家の方に、大阪の方に帰るということで、ここから南海の方に乗って、大阪のお家の方に帰りたいと思います。で、今ベル鳴ってるんですけども、これ急行列車の発車ベルなんで、もうすでに行ってしまいまして、僕が乗れる列車、次何か調べましたら、ちょうど今これ入ってきました。向こうから高校とね、正面の行き先がついたかっこいい列車、これ南海の高野山を代表するね、高野山へ向かえる17メートル車両の高野号3万系がちょうど入ってきました。今回あれに乗ってね、大阪の方に帰ります。しかしちょっとね、あの列車乗ろうと思って間に合わなかったんでダッシュしたんですけど、ちょっと汗がね、あんな通勤車で汗をね拭いながら乗るっていうのはちょっと恥ずかしいので、ここはあえて特急に乗りたいと思います。久々のね3万系です。ここの改札、昔 JR と何回同じ位置にあったんですけど、それを完全分離いたしまして、このように JR と何回そのまま行けるようになっておりまして、改札も完全別個になってしまいました。はい、ということで改札の中入ってきました。橋本駅 JR の方が 1,2,3 となってまして、何回はそれに合わせたこのホーム1本で、2線使って4、5番ということで、はい、すでに到着しております。現在は車内清掃中でございます。から乗っていきます。特急リンカムの使用車両、これね、南海高野線のねクイーンと呼ばれている3万系でございます。こちらはもう昔からね、愛称は変わらずクイーンという愛称を今も引き継いだまま走っております。一回脱線事故があったんですけども、今回乗るやつではなかったですね。これのもう一本の、3枚 1F が、小原田車庫でね脱線をしましたけども、なんとか復帰したようですね。だからこの3枚系2本体制に戻りました。このようにね、前面のあのライトの間にね愛称がつく列車ってなかなかもう今は見れないと思います。このねスタイルって結構今となっては貴重だと思います。それでは乗っていきます。車内へご案内をいたします。サービスコーナーは2号車、化粧室は3号車です。このように車内の案内表示が流れておりまして、この3号車に関しては、お手洗いがありまして、このように共用と男子トイレと化粧室があります。でここには自販機があります。なんと故障中、こんな2つも並んでもって感じなんですけども、故障表示が。でこちら あのコカ・コーラの方は買うことができます。ちょっと割高かな、せっかくやからここで買ってみようかな。ただあのコカ・コーラの自販機ですけど、コークオンには対応してませんね。僕はあのコークオン登録していつもコカ・コーラのジュース買うんですけども、ちょっとここ残念ながら
コーラを売ってないけどコカ・コーラの自販機ということで、さすがにこの、じゃあ、食うですね、冷たいものね、冷たいもの食うを買いました。はい、こちら、ビスの日なんですけども、今日はなんと前の3万系と違って、切り妻の感じの車両ですけども、こちらは3万1000系という南海高野線の、赤の特急列車としては一番最新の車両です。貫通扉がついてて、3万系とは違って、これの前に登場した1万1000系と連結できるようにこんな感じで貫通扉がついております。しかし今はホロがついてなくて、連結したとしても、ホロをつながずに運転しているようです。今回この一番前を通りましたんでここに乗っていきます。それでは家路を急ぐためにこの特急林間難波駅で新今宮駅まで向かいましょう。この列車に乗るには乗車券の他に特急券を取る必要があります。橋本駅にも特急券の券売機がありますので、そちらで買うか、僕の場合はチケットレス特急券サービスで事前に予約を取りました。前の週は3万系の高野号ということで、少し全面展望は楽しめないのですが、この平成に入って作られた抵抗制御車の特急3万1000系については一番前を取るとかろうじて全面展望を楽しむことができます。橋本駅を18時7分定刻に出発、 JR 側から数えて5本目のホーム5番乗り場から出発です。皆様お待たせいたしました。特急林間難波行きです。次は林間田園都市です。林間田園都市の次は河内長野に停まります。特急林間という愛称ですが、もともとこちらの高野線に関しては特急列車の愛称は高野号しかなく、難波橋本間を運転する特急についてはただの特急という愛称しかありませんでした。橋本河内長野間の複線化工事においてこの辺りの宅地開発が進み、高野山からではなくこの橋本エリアからのビジネス特急として林間という愛称が付けられました。また平日の朝1本のみ、3万系や3万1000系を2本連結したもの、または1万1000系をもう1本つなげた8両編成の運用があります。その列車だと難波には7時30分ぐらいに到着しますので、橋本エリアからかなり便利がいい列車となっています。林間田園都市に停車中です。右側に止まっている通勤車はこの林間田園都市始発の列車です。この林間田園都市の宅地開発をした時に南海のキャッチコピーに始発列車で絶対座れるという美味しすぎる宣伝をしましたので、林間田園都市駅開業と同時に周りの宅地化が急速に発達し、駅の前後も全て複線化が完了、完全に大阪へのベッドタウンとなり、この辺りの人口はかなり増加しましたが、約30年前に一気に発達したせいで今は高齢化が進んでしまい、少子化も問題となっています。もうなくね、密会所駅の通過です。この密会所からね、先ほど乗りました橋本駅まではもともと単線だったんですけど、それをね路線改良して、複線の、直線区間に変更する。
中に入って初めて停車する駅、河内長野駅に停車です。こちらでは近鉄南大阪線系と直通する長野線と連絡しています。以前に紹介した通り、南海高野線と近鉄長野線との接続はかなり悪く、高野線の橋本駅が行った後に近鉄長野線の列車が入ってくるという嫌がらせにも程があるような接続を取っているようです。河内長野でいうと次は金剛駅、この辺りでは大阪府では一番登りやすい山と言われる金剛山がありますが、その最寄りは金剛駅ではなく先ほどの河内長野駅です。河内長野を出るとどんどん登っていき、右側には千代田検車区、左側には千代田工場が見えてきます。南海電車の車両を全般的にメンテナンスする要の場所です。それを通過してすぐに千代田駅があります。この辺りでは100キロ近くのトップスピードに入ります。もう間もなく金剛駅に到着です。なんとこの駅で各駅停車と連絡。特急列車は人口がもともと多かった北野田駅を通過するため、やはりその救済措置を取らないといけません。もともと金剛駅は急行列車すら通過する人口の少ないエリアでしたが、駅の東側のエリアを進むとすぐに富田林市に入るんですが、その辺りの宅地開発が進み、金剛駅がある狭山市ではなく富田林市からの需要がかなり見込まれたため急行列車が停車。しかし急行停車が始まった平成の初め頃、高野山から直通する列車がまだ多かったため、2200系や22000系、そして現在も運用している南海のインバータ車両2000系が二扉車両のため、朝のラッシュ時には乗り降りに時間がかかってしまい、朝ラッシュには遅延が常態化してしまいました。そこでその17メートル車両のズームカーを使った重量運転も開始されましたが、それも及ばず、三日市町から橋本間の準山岳路線も直線化が進み、20メートル級車両の8路編成も橋本駅まで乗り入れることが可能となりましたので、橋本から難波の優等列車は20メートル級8路編成の運用を増やしていき、急行列車の乗り降りの時間短縮を図りました。その後ズームカーの8路運用も徐々に減少してしまい、難波極楽橋間を直通する2000系による急行列車も数少なくなってしまいました。そしてその北野田駅を通過です。2019年の乗降者数では北野田駅が金剛駅よりも少し高いのですが、乗降者数が多いのに特急列車が止まらないという逆転現象が発生しています。もう間もなく中百舌駅を通過するところで、右の下の方から千本高速鉄道の線路が出てきました。こちらは2025年度に南海と経営統合される予定の南海出資 100% の会社です。そして中百舌駅の4番ホームは現在ホームドア設置工事を行っており、この動画も1月20日のダイヤ修正の後に公開する予定ですが、このホームドア設置に伴い各駅停車の停車時分も変わるようです。いよいよ境東駅に到着です。反対側には同じ特急車両3万系がすれ違います。難波から橋本方面の乗車率はかなり高かったです。先行の優等列車を押し出しながら境東駅にゆっくり入線です。この辺りには展望デッキがある堺市役所や飲み屋街がたくさんある銀座通り、駅に直結の百貨店高島屋があります。そしてこの駅から南海本線の堺駅までのシャトルバスも運行されており、
仕事帰りの飲み会やバスで栄駅方面、そして近鉄の松原駅方面にもバスがありますので、意外と便利な場所です。またここからは和歌山方面から来た高速バスも停車するバス停があります。高野線沿線民だった頃はかなり重宝いたしました。わかりにくいですが、新幹線型の配線をしている駅、住吉東駅を通過です。またもここで各駅停車を追い越します。この駅では路面電車の阪海上町線と乗り換えることができますが、改札の位置の関係でかなり遠い乗り換えを強いられます。皆様、天ヶ茶屋に到着します。南海線、空港線と地下鉄境筋線、阪急、京都、北千里方面はお乗り換えください。次は新今宮に停まります。出口は奇数号車は前、偶数号車は後ろです。扉は内側に開きますのでご注意ください。先ほど境東で詰まっていた列車がまた天ヶ茶屋で詰まっていますので、ゆっくりと入っていきます。先ほど通過した岸の里玉出駅から南海本線と合流し、福具線区間に入ります。今のところは路線別の福線が2本並んでいる状態ですが、これから梅田へ向けて進んでいる何は筋線が開業するにあたって、路線別福線も一体どのようになるのか楽しみです。この先、新今宮駅を出てすぐのところを、ビルの4階建て相当の場所から一気に地下に入り、阪神高速環状線の下の道路のさらに地下を通り、JR 難波駅から進んできた線路と合流して、中之島駅などを経由して、すでに開業している地下の梅田駅に直結するというルートが現在決まっております。この南海線には阪急電車から乗り入れてくる阪急では初めて狭軌の路線を作り、新型の狭軌路線専用車両がこちらに入ってくるということです。阪急の新路線で新大阪からこの南海で関西空港まで乗り入れる予想はできているのですが、しかし南海側の空港アクセスの特急列車ラピートに関しては地下線内を走ることができません。そのため、なにわ筋線が開業するまでに、ラピートが新しい車両に置き換わらないといけませんので、路線に関しても、車両に関しても、かなり注目のなにわ筋線開業となっています。そして、この天ヶ茶屋にはもともと工場があり、創業開始は明治36年ということです。そして、車庫も併設されていましたが、その業務を墨の絵に移管しました。そして新今宮駅が開業した時に、昔の天王寺支線という路線が天ヶ茶屋から JR の天王寺駅まで走っていました。もともと優等列車はほとんど止まっていなかったため、新今宮で乗り換えて天王寺行くというスタイルにどんどん切り替えており、天王寺支線は後に廃止となってしまいました。そしてこの辺りの高架化も平成7年に完成、天ヶ茶屋に車両工場があった姿や天王寺線があった姿は一切なくなってしまいました。この辺りはすでに西成区に入っております。西成といえばなかなか印象の悪い場所となっていますが、この辺りだけ物価がかなり安く、どんな人でも住みやすい街になっています。萩野茶屋駅を通過中です。萩野茶屋には商店街があり、この辺りにはカラオケ店で韓国の歌を歌える店がたくさん並んでいるようです。列車はアイリン地区と呼ばれる付近を通過し、新今宮駅に入っていきます。
新間宮といえばホテルがたくさん並んでいますが、最近では星野リゾート系のオモセブンというホテルが開業し、 JR の新間宮駅からはそのイルミネーションを見ることができます。新間宮駅に到着しました。3番系の発車シーンを見ていきます。ということで、今宮駅に到着しました。ここから僕はもう JR に乗って帰りますので、今回の動画はこれで終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。ちょうどいいところありがとうございましたという。はい、はい、では、もしよろしければチャンネル登録高評価の方もお願いいたします。また、旧 Twitter 今の X、インスタもやっておりますので、ぜひそちらもご覧ください。それでは、昨の乗り物チャンネルでは、登録者数6000人を記念いたしまして、現在このような T シャツを販売中です。一番前には、当チャンネルのロゴマーク、黒丸に、黄色の文字でさーっと書いております。で、これの、黒色バージョンも販売しております。T シャツ黒自体に、黄色の文字でさーっと書いております。で、こちらの文字も、黒色の T シャツでは、入っております。また色が異なりますので、ぜひチェックしてみてください。コミュニティでも、この T シャツの販売の、告知をしております。また、旧 Twitter X でも、DM にて、販売の受付をしておりますので、ぜひ欲しい方はチェックしてみてください。